はい、皆様、いかがお過ごしでございましょうかプルトム会です。さて、今回はですね、映画スペンサーのですね、ネタバレありということでお話ししていきたいと思います。今回はですね、ラジオ感覚で聴いていただければなと思っております。なぜかというと、多分、このスペンサー、あんまり人気のない作品だからでございます。<laughs> いや、もうさ、いやね、僕も思いましたよ。あの、見る前は結構ね、熱高かったんですけど、 いざね、動画を上げてみたんですよ、この前、ネタバレなしの動画。思ったより皆さんのリアクションが薄いなと思って、まあ、そりゃそうだなと。まあ、ダイアナだもんなって。まあ、今回、今年で、えー、ダイアナが亡くなってから25周年ということで、今、ダイアナのですね、いろんなドキュメンタリーというかですね、お話とかの映画がありまして、今回のスペンサーも出ていたりするんですけども、まあね、 昔はダイアナフィーバーとかあったわけでございます。まあ僕はその世代の人間じゃない。まあね、よちよちぐらいだったと思うんですけども、ダイアナ世代ではないので、はい。僕は今回勉強したということなんですけど、まあ勉強するまでダイアナ調べようかな、見に行こうかなということは結構少ないと思います。はい。まあそんなこんなでございましてですね、今回ですね、見た人と一緒にですね、まああんや今夜言いながらですね、ラジオ感覚でお話しできればなと思っております。と、はい。よろしくお願いします。で <laughs> <laughs> めっちゃラフやね。めっちゃラフやね。はい。よろしくお願いします。ということでございまして。はい。えー、まずですね、今回のこのですね、スペンサーというお話はですね、まあ、ダイアナのですね、地獄の3日間を描いている作品というふうにお伝えしたんですけども、えー、僕ですね、このですね、ネタバレなしのところでですね、おそらくこういったコメント来るだろうなというふうに思っていまして、えー、コメントくださった方ありがとうございます。はい。そのコメントというのがですね、何かというと、まあ このですね、スペンサーという作品はですね、フィクションなわけでございます。はい。フィクションで亡くなったダイアナを、まあ、描くということでございまして、まあ、そのダイアナにですね、ファックとかですね、まあ、こうね、一人遊びみたいなことをですね、発言させるわけなんですけど、それは個人に対していかがなものなのか、というですね、まあ、コメントをいただいたわけでございます。もう絶対このコメントは来ると思った。 なぜかっていうと僕もそれを思ってたから。<笑>,笑い方じゃないね。はははとか笑っちゃいましたけど。はい。まあこれね、非常に今回のお話で難しいとこだと思います。はい。見てる人によってはおそらくそう思うと思うんですよね。個人をですね、使ってフィクションの作品を描く、これっていかがなものなのか。それもね、あの、いいですよ。その個人をですね、えー、こう、美しく彩るのであれば。 いいんじゃないかなと思う方いらっしゃるかもしれないですんですけども、えー、それに控え今回のスペンサーという作品はやっぱりですね、その綺麗だったあのダイアナ妃が、え、ダイアナってこういう女性だ、だったのって思わせるようなイメージがですね、覆えるようなですね、そういったダイアナでございました。まあそういったですね、今までとは違うダイアナを見れるっていうところでは、まあ確かにですね、こう衝撃的というかですね、見ていてですね、まあ斬新というかですね、こうなんか見て 刺激をもらえるみたいいなそういったたた描写は多々ありましたただこれがねうーん確かに死者への冒徳個人への冒徳って言われてしまうとそれまでなのかなぁとは思うんですよね確かに今回の作品というのは監督のメッセージ性というのはすごい分かりやすいんですよそれでこそアイデンティティですねダイアナという女性が一人の人間として確立する作品みたいな風になっていますので 悩むねうんただね個人的にはめちゃめちゃ面白かった作品でございました、うん、僕個人的にもしかすると今年のベスト10に入っちゃうんじゃねえかなっていうぐらいですね非常に面白かったんですねでその面白かったところって何なのかっていうとなんかね今回の作品って僕見てて感じてたのが普通の生活あのー、ねファンタジーとかまあね幽霊とかが出てきてまあファンタジー要素っていったらあるかもしれないんですけどなんだろう 普通にある、ね、宮殿なのにもかかわらずなんかすごいねその,中がその中だけが周りとはは全く違う異世界みたたいに僕は感じたんですよ、うん、その異世界にダイアナが入り込んで迷ってしまうそういったねなんかね不思議の国のアリスじゃないんだけどな,なんでね迷宮入りしてしまうお姫様みたいなそういったねなんかね ダークファンタジー的なものを感じてしまったんですよね、僕は。このスペンサーという作品に、うん。未知のね、場所に足を踏み込んだ感がすごかったんですよ、僕の中では。ただ、今回描いてるのって、その王室の中とですね、ダイアナの元いたお家、その二つしかないんですよ。ただ、そのダイアナの心境とか、あとはですね、周りのですね、王室の冷たい目線とかでですね、その作品を、見せ方を変えてくるっていうのは、僕の中ではね、うーん、なんか、 なんか新体験だったなというかね面白かったなというところがあったんですよねで今回それにですね拍車をかける用意なんですけど BGM の使いい方がすごい良かったなこれねあの知っている方いたら教えてほしいんですけど、まあ、このダイヤなんかですね出てくる BGM で非常に多いのがこのね古畑任三郎とかですねあと何だっけな 古畑任三郎とか、ルパンみたいなですね、BGM が流れるんですよ。これわかんないかなもうね、僕が音楽に詳しかったらね、もうこういったね、音楽なんですよって言えるんですけど、言えないのがね、すげえもどかしい。でもね、その、なんかね、ファンファンファンみたいな、い違う、これじゃあ加藤茶になっちゃうわ。<laughs> でもとにかく、その BGM もすごい良かったんですよね。うーん。 この BGM は僕の中ですごい刺激的でございました。 で、まあ、今回ですね、その、カミラ夫人のところの真珠のネックレスっていうところでございます。で、この真珠のネックレスは結構昔からね、お話になっておりまして、僕、小学館の漫画のところでも、カミラ夫人と同じ真珠のネックレスを私にプレゼントしたんだわ、あの、チャールズ許せへんわ、みたいなお話あったんですよ。で、やっぱり今回もそういったところで出てきまして、まあね、この真珠のネックレスというのは、えー、ダイアネにとってはですね、首輪みたいなものなんですね。 王室チャールズと,とですね首輪みたいなものでそれを最後自分でちぎるアイデンティティを、えー、取得するですねまあそういった描写で描かれていたというところででねまあカミラ夫人はね映えるよねうんやっぱりこのダイアナという女性を描くという面ではですねこのカミラ夫人というのはね切っても切合わせない、えー、キャラクターでございますね <laughs> はいえー、もうこのカミラ夫人だけで一本作品が作れちゃうんじゃないかなというぐらいでございますはい で、僕がですね、この作品で思っていたのがですね、うんと、この作品、記事が出てくるんですよ、記事。僕はあの記事はですね、ダイアナのメタ的な要素だと思ってますね。で、結構ね、このイギリス作品ね、多いんですよ、動物のメタファー入れるの。 えっと、僕がですね、ネタ映えなしの方で紹介させていただいたクイーンという作品がございまして、このクイーンではですね、このダイアナー妃をですね、鹿としてですね、比喩しているわけなんですよ。で、その、えー、鹿を見てですね、エリザベス女王が きれいって言,われ言ったた後にですねれ、えー、れて殺されちゃうっていう風にですね、えー、表現されていたんですけども、今回の記事もね、えー、やっぱり美しい記事、そういったものがですね、オープニングではですね、死体で、えー、登場してきまして、まあ、最後の方でも記事の有う要素が非常に多かったというところで、うん、僕はこの記事のですね、表現の仕方、非常にダイアナに近い存在というかですね、似ているなというところが良かったなと思いましたね。うん、やっぱ美しささととといいいううころがですね記事に表現されていたというのは いいですよね。狩りとかですね、うん。狩り、狩られてしまうとかですね。あとは装飾として使えるっていうところも、え、キーになっていたワードなんじゃないかなというふうに思います。ここは非常に僕は好きでしたね。でですね、えっ、ー、と、あとはですね、今回なんですけども、えー、本ですよね。うん、本ですよ。この本を誰が置いたのか、まあ、あの、羊でございますよね。ハリー・ポッターのあの、ね、 あのネズミのやつでございますけどもあのネズミの男がアンブーリンですね王妃の本を嫌がらせとして置いたのかそれともあなたはこうなっちゃいけませんよっていう注意警告としてあの本を置いたのかっていうのどっちかなのかなっていうところでございますよねうんあのハリー・ポッターの悪役の男の人はですねまああの人が置いたのはもう確実なんですよなぜかっていうと最終ね後半の方で 本棚に本をしまう描写が描かれていたんで、本の場所を知っているっていうことは、その人が本を置いたっていう表現になるわけで、も、ま、う、あ、あの人が置いたのは確実なんですよ。で、まあ、個人的に言うのであれば、あの人はね、どちらかというと僕は味方側の人間だとは思ってるんですよね。うん。なので、僕はこのダイアナにはこういう風になってほしくないよっていう警告の意味を込めて送った本だと思っているんですよね。 なのでまあそういったところではあの人はいい人なんだなと個人的には思っております。うんあれまあ、これはねいろんな多分捉え方があると思いますね。うん そそれでこそ、まあ、王室のね王室側の人間からするとですねやっぱりダイアナという女性は煙たがられているということでございまして嫌がらせとしてはですねもういいこと十分のいいところでございますね。はいで今回ですねチャールズ皇太子もね、えー、いい演技でしたね、はい、ちょっとね、えー、か弱い男というかですねひょろっちい男をです、ね、演じていたということで僕は非常に えー、チャールズ皇太子の演技は好きでございました。えー、今回なんですけども、えー、ダイアナ妃を演じていたクリステン・シチュワートでございますね。僕はね、クリステン、クリステン・シチュワートね、ぶっちゃけここの花、ここだけで言っていいめっちゃ苦手な女優だったんですよ。クリステン・シチュワート。どちらかというと、あの、トワイライターとかですね、チャーリーズ・エンジェルとかですね、うん、そういったね、ところへ出ていました。でもあ苦手なのよあの人ってこう、 飾らないいじゃななでですか演技でもなんかいつもクリステン・シュワートってわかるかなこれ、うん、なんかねこう演技をしないまあナチュラルな演技なんだけどなんかねあのスッとした感じのね演技があんま好きじゃないの <laughs> いやーねもういやーねわかるトワイライトとか見てるってっさあとは、まあ、いろんな作品でクリステン・シュワート出てるのなんかスッみたいな。 みたいな。わかるかなわ <laughs> か、わかる人いたらもうね、拍手よう。うん。僕はその演技がいけすかないなって思ってたの。なんだろうみたいな思ってたんですけど、今回のダイアナはね、めちゃめちゃ良かった。うん。あの、どちらかというと、この前にご紹介したネタバレなしの方の、えー、ダイアナっていう作品のですね、ナオミ・ワッツが演じていた、 ナオミ・ワッツってあったよな。ナオミ・キャンベルは違うナ,ナオミ・キャンベルは違う。ナオ,ナオミ・ワッツが演じていたダイアナはね、なんか後半の方からこれダイアナじゃねえじゃなくねえみたいな風に思っていたんですよ。なんからだんだん心が離れていっちゃった作品から。ただ今回のダイアナ、ね、クリステン・ショアートが演じていたダイアナはね、後半の方に行く,行くにつれて、あ、 こういったダイアナもありかなっていうですね、こうね、フィーリングがですね、僕の中で生まれたわけなんですね。初めて、あの、スンとした、スンとした、このクリステン・シュワートの演技と、もう、愛ね、愛であなたたちを包み込みますっていう、ダイアナ妃がね、こう、足して2で割ったようなですね、新しいダイアナを見せてくれて、僕の中ではね、なんか、すごい良かったんですよ。 クールとね、こうパッションの間みたいな、冷静と情熱の間みたいな、そういった新しいダイアナが見れたっていうのがね、僕すごい良かった。うん。僕はクリステン・シュワートは今回のダイアナめちゃめちゃハマり役だと思います。これはね、もう、あの、あれもう他の人が、いや、ハマり役じゃないですって言って僕は絶対ハマり役だと思ってる。そのぐらい、僕結構このセンサーはハマったんだよ。うん。やっぱね、なんだろう。 わかんないよね、映画って。んなんか僕、こんなにスペンサーにはまるとは全然思ってなくて。だって、僕が見ていた劇場ね、もう、周りを、じっちゃんばっちゃんばっかよ。じっちゃんばっちゃんばっか。<laughs> 僕の左右は、もう、ほんで、そのダイアナ妃が、生前ね、もうダイアナフィーバーを、大人の時に体験したような方々がですね、もういっぱいいました。僕が一番若かったもん、だって。うん。 <laughs> もう何が言いたいのかっていうところは、まあ皆様お察ししてくださいというところでございます。はい。えー、おそらくね、ランキングに入ると思う。うん、2020、ん今年 ?2 か ?2 年の映画ランキングトップ10にはね、ここから先、なんか、傑作のオンパレードがない限りはですねで、入ってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。 ま、そんなようにですね、僕はこの独特な世界観が非常に好き。クリスティン・シュワートという女性の演技が非常に今回生えていた。というところがですね、やっぱり魅力でございましたね。で、今回の、えー、ダイアナという女性が、まあ、一人の女性として、アイデンティティをですね、えー、取得する。えー、っていうところもですね、非常に良かったなというところでございました。もちろん、幽霊とかのですね、あの、地獄の三日間っていうコンセプトも非常に好きでございました。というところでございまして、動画、えー、動画長かながとなっております。 のででこちらで以上にしたいいと思いますそれでは皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで。じゃあねー。